うもこんにちは、よいまさんです。今回は AI にマイクラをプレイさせることができるミンドクラフトの紹介、導入方法などを解説してきます。いやー、ついに AI がマイクラをプレイする時代が来ましたね。まだまだおぼつかないところも多々ありますが、結構見てて楽しいですよ。それでは早速紹介していきます。まず、ミンドクラフトを始めるには Git と Node.js をインストールする必要があります。まずは Git のインストールから、概要欄のリンクにある Git 公式サイトにアクセスして、インストーラーをダウンロードし、画面の指示に従ってインストールします。次に Node.js のインストールです。概要欄のリンクにある Node.js 公式サイトに行ってダウンロードしてください。その後、ダウンロードしたインストーラーを実行し、画面の指示に従ってインストールします。さて、ツールの準備が整ったら、次はミンドクラフトのプロジェクトを手元にクローンしていきます。まず適当なフォルダを作成して、そのフォルダを開いて右クリックし、ターミナルを開きます。そこで概要欄にあるコマンドを実行します。これでプロジェクトが手元にダウンロードされます。ダウンロードが完了したら、cd mindcraft というコマンドでプロジェクトディレクトリに移動しましょう。そして npm インストールを実行して、必要なライブラリをインストールします。これでミンドクラフトを動かすための準備が整いました。次に、AI モデルの API キーを設定する必要があります。ミンドクラフトでは複数の AI モデルが設定可能ですが、ここでは例として OpenAI の API キーの設定方法を説明します。まず、OpenAI の公式サイトから API キーを取得します。概要欄にある OpenAI の API キーのリンクを開いてください。最初にログインを求められる場合があるので OpenAI のアカウントでログインしましょう。そしたら、Create New Secret キーを押し、名前を入力すると API キーが出てくるのでコピーして保存しましょう。初回は支払い情報の設定などが出てくるかもしれませんが、出てきたら設定してください。API キーを取得したら、Keys、Example、JSON というファイルを開きます。このファイルには複数の AI モデルのキーを設定できるようになっています。例えば、OpenAI の API キーを設定する場合は、OpenAI と書いてあるところに API キーを入力し、他は使わないなら消してしまっても構いません。設定が完了したら、このファイルをKeys、JSON にリネームします。これで AI を動かす準備が整いました。続いて、bot の設定ファイルを変更していきます。まず、Andy、JSON を編集します。このファイルでは bot の基本的な動作を定義しています。ネームは bot の名前を設定します。デフォルトでは Andy ですが、好きな名前に変更できます。modL は使用する AI モデルを指定します。デフォルトでは Vuc と4をミニですが、他のモデルも指定可能です。コンバーシング、コーディング、サギングメモリーそれぞれの項目で、bot が会話、コード生成、記憶を保存する際の動作や指示内容が書かれています。これらを編集して bot の振る舞いを調整できますが、あまり編集しない方がいいと思います。modsで bot の行動モードを設定します。例えば、アイテムコレクティング、アイテム収集やチートチートモードなどがあり、ブルーまたはフォールスで各モードの有効無効を切り替えます。設定の例はプロファイルズフォルダにあるので、それらを見ながらオリジナルの設定を作ってみてください。次に、セッティングス。地図を編集します。このファイルでは、bot の接続先や動作環境に関する設定を行います。ミネクラフトバージョンでは使用するミネクラフトのバージョンを指定します。現在1.20.4 までサポートされています。ホストは bot が接続するミネクラフトサーバーのホストアドレスを指定します。ローカルで使用する場合は 127.0.0.1 またはロカルホストを指定します。ポートでは接続するポート番号を設定します。ミネクラフトサーバーの設定と一致させる必要があります。OAuth は認証方法を指定します。オフライン環境ではオフライン、マイクロソフトアカウントを使用する場合はマイクロソフトに設定します。プロファイルズでは使用するボットのプロフィールファイルを指定します。デフォルトでは、Andy、JSON が含まれていますが、複数のボットを使用する場合はここに追加、変更します。ランゲージではボットの発言を翻訳します。例えば J にすると内容が日本語に翻訳されます。Allow Insecure Coding ではこの設定を Blue にすると、ボットが新たなコードを作成し、実行することができます。ただし、セキュリティのリスクがあるため、使用する場合は注意が必要です。ここからは実際にミンドクラフトを使ってみましょう。まずオフラインで試してみたい場合は、ミネクラフトを起動して、設定したバージョンでワールドを開きます。次にワールドを欄に公開し、指定したポートを開きます。そして、ターミナルで npm スタートと実行すると、ボットがワールドに入ってきます。このボットはチャットを通じて指示を出すことで操作できます。もしミンドクラフトをサーバーで使用したい場合は、まず設定したバージョンのサーバーを立てます。サーバー設定ファイルサーバー。プロパティーズでポート設定を行い、認証設定をオフラインからマイクロソフト認証に変更します。サーバーを起動し、npm スタートで起動します。するとターミナルに URL が表示されるのでそれを開き、マイクラを所有しているマイクロソフトアカウントでログインします。ログインが完了すると、ボットがサーバーに参加してきます。
この時、ボットの名前とマイクラのユーザー名が一致していない場合、無限にチャットをし続けるので注意してください。AI をどのように動かすか軽く紹介します。チャットで石を10個採掘してとボットに伝えると、ボットは近くの石を探しに行き、指定した数の石を採掘してくれます。こっちに来てとボットに言うと、ボットはあなたの現在位置まで移動します。小さな木の家を建ててと言うと、ボットはその場に木材を使ってシンプルな家を建築します。なるべく具体的な指示の方がクオリティが上がります。これは、家か。また、チートモードを有効にした場合、コマンドを活用して建築してくれたりするのでよりよく、より早く作成できます。指示は日本語でするとあまり伝わらない場合があります。特にアイテムの名前など AI は普通に言われてもアイテムの ID を間違えてクラフトとか採掘ができない場合があります。結構この試行錯誤が面白いです。これぐらいポンコツの方が面白いですよね。うまくいくと結構うまいビルとかが作れたりします。動画ではやってなかったですけど、これで村壊した後にあなたがトントを設置してしまったせいで村人たちが死んでしまいましたよ。一体どう責任を取るつもりですか？って詰めたらよかったなーって今思っています。ということで今回はミンドクラフトの入れ方、使い方の動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも役に立ったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。それでは、また次回お会いしましょう。じゃあねー。